住みよい街づくりを進めるため、札幌中心部では今朝、周辺の事業所の従業員と住民らがゴミ拾いを行うとともに交通安全を呼びかけました。今朝、札幌市中央区の北一条通りでは、周辺の事業所の従業員や地元の住民、また札幌市の職員らおよそ600人が歩道でゴミ拾いを行うとともに、道路沿いで旗を振ってドライバーに安全運転を呼びかけました。住みよい街づくりを進めようと札幌市などの呼びかけで行われたもので、今回が33回目となります。